自由のマインクラフトパート107本日もマインクラフトを進めながら雑談をしてまいりますえ本日はこのマインクラフトの動画を4回ほど撮影に失敗しておりましてもうかなりこの村の改良というか整地のような作業が進んでいる状態になっておりますがまあ一応ですねこの村の改良作業 設置に関しては、まあ、完成したと判断をして村をですね、まあ、囲う柵の設置を今回は進めていこうと思っております、まあ、今週は本当にです、ね、急に寒くなりまして皆様 まあ冬の冬用の布団を出されたりとか、衣替えをされたりとか、寒さへの対応で、忙しく準備をされていらっしゃったのかなと思われますが、私も布団を出したりとか、服をですね、冬用のものに切り替えたりとか、また、 まあ、こたつを出したりして、まあ、急遽ょ、まあ、模様替えのようなものも行いまして、まあ、その関係で、金曜日は少しヘトヘトになりながら、動画を作っておりましたが、まあ、こういった寒さ、山の、まあ、紅葉をめいたに、まあ、も,もみじ狩りをですね、 行おうと山に行かれた方が雪に降られて、まあ、一面の銀世界を体験されたという報道もございまして、まあ、少し話題になっておりましたが、もう急に本当に寒くなって驚いておりますけども、まあ、こういった寒さだけではなくてですね、あの、空気の乾燥も進んでおりますので、 ま、皆様、ま、だいーセい50%くらいの湿度を目安に、ま、乾燥が進んだ場合は、カスキなどで湿をしていただければなと思います。まあ、さらにこの、まあ、秋と言えばいいのか、冬と言えばいいのかわかりませんが、まあ、今年は、ま、現状、ブタクサの花粉が、もう10倍ほど、 飛んでいるらしく、まあ、花粉症の方には、あ辛い季節になっているようでございますけども、まあ辛い方はですね、病院に行っていただいたりとか、また、まあ、現状はある程度、まあ、そういった花粉症の症状に効く薬が薬局においても取り扱われておりますので、まあ、薬剤師の方にまあ相談をしながら、まあ、ご自身の症状に合うお薬をまあ探して いいただければなと思いますでは、前回の動画にいただいたコメント、ご質問にお答えしてまいりますと、まず、岸田首相の見た目に関してでございますが、岸田首相がかっこいいと思いますかとご質問いただいておりますけれども、そうですね、私もかっこいいと思います。まあ、この岸田首相の見た目に関しては、 まあ先日、まあ、少し前に SNS において、まあ、いわゆるワイルド系のスタイルですかね。まあ、髪を、まあ、少しふんわりと刺して、まあ、ウェーブをかけるんでしょうか。まあ、そういった見た目にして、髭も生やせば、岸田首相がかなり、まあ、さらにかっこよくなるんじゃないかと話題になっておりましたが、 まあこういった政治家の皆様、まあ基本的に政治家を目指されると、目指すことを決定した時点で、まあ何と言えばいいんでしょうか、まあ真面目系の見た目になられますけども、まあその結果、まあ大抵ですね、ほぼすべての政治家の皆様が、 ま、真面目系の子、真面目系のスタイルになっておりますが、まあ、こういった見た目に関しては、まあ、当然ですね、まあ、真面目系の方がより多くの国民の皆様の、ま、なんと言えばいいでしょうか、まあ、国民の皆様に、まあ、受け入れやすい、受け入れられやすいのかなと思いますけども、まあ、例えば、 そうですね。まあ、その、若者向けなどに何らかの主張を、まあ、政策のアピールなどを行う際には、まあ、そういった若者の皆様の、まあ、流行を取り入れる形で、まあ、服装を決めてですね、まあ、スタイルを決めて演説などを行っていただくと、まあ、より 興味関心を集められるのかなとも思いますが、こういった政治家の皆様には、そのような見た目に関しても、ある程度、柔軟に服装などをですね、決めていただくことによって、より政治への関心を まあこうしたそのものですとか、まあ、政党に関心を集められる可能性もございますので、まあ、そういったスタイルに関しても、まあ、検討していただければなと思います。でさらに、今回の衆院選挙におけるえ米山隆一さんの当選確率についてご質問いただいておりますが、そうですね、現状、最新の複数の情勢調査の結果、 結果によりますと、米山さんが他の候補者に対して10ポイント以上リードしているような情勢になっておりますので、この情勢というか状況が続けば当選される可能性が高いのかなと思われますが、こういった選挙に関しては開票するまでは結果は分かりませんので、 まあ確定的なことは言えませんが、まあ現状ですと、まあ、50%、60%くらいの確率で、ヨレマさんが当選される可能性があるんじゃないかと思っております。まあこういった衆院選の情勢調査、まあ、情勢に関する動画を作成する場合は、 必ずですね、選挙の結果は開票するまでは分かりませんと、まあ、こういった文言をつけさせていただいておりますけれども、まあ、こういった紹介を行わないと、あの選挙にですね、悪影響を与える可能性があり、もしくはそういった悪影響を与えると判断がなされる可能性がございますので、 まあ今後も必ずこういった表現が情勢に関する動画の場合は入ってくるものと思われますがま,あまた同じことを言ってるよと思われるかもしれませんけどもまあやむを得ない対応になりますのでご理解いただければなと思いますさらに今回の新選における投資討論会ですねまあその投資討論会において まあ各政党の代表の政策の主張ですとか、まあ、その他の質疑などのやり取りについて、まあ、どのように評価をしますかとご質問いただいておりますが、そうですね、この党首討論会については、残念ながら少しバタバタしていた関係で、まあ、本日も動画の公開が遅くなってしまっておりますが、 投資討論会の内容すべて確認できているわけではございませんので、まあ何と言えばいいんでしょうか、その名指しで批評できるような状況ではございませんので、まあ少しふんわりとした形でお話をさせていただきますが、まあ基本的にはこの G の声、チャンネルにおいてご紹介した 動画の内容に基づいてお話をさせていただく形になりますけども今回の新選挙においては基本的に各政党ごとにまずはコロナ禍に対する対策として特に経済対策として基本的に給付型の経済対策政策が 提案されているように見えますが、まあ、その他の政策を見ますと、まあ、どうもですね、まあ、全体的に、まあ、少し具体策に欠けるのかなと思う点がございます。また、まあ、名指しは控えますけども、まあ、この代表同士の討論に、討論ですとか、また、 記者対応の際に、まあ、記者から質問を受けて、答える際にですね、まあ、どうもその対応が、まあ、高圧的というか、まあ、おかしな対応をされる方がいらっしゃいまして、まあ、こういった指摘というか批判は何度も出ているはずなんですが、まあ、なかなか改善がなされておらず、 まあいった投資討論会の内容を見て、まあ投資討論会を見られた方にとってはですね、まあそういったやりとりだけを見ても、まあ中身こう以前の問題で、まあ不信感というか、まあ嫌な気持ちになれた方が、まあいらっしゃったのかなと思ってしまいますが、 まあ、ぜひとも、各政党の、まあ、代表だけではなく、候補者の皆様には、まあ、しっかりとですね、まあ、衆院選挙において、主張されている政策について、まあ、可能な限り、具体的に、主張、まあ、説明を行っていただいて、まあ、あの、悪夢の民主党政権のような、 詐欺的な選挙公約ですね、まあ。できもしないだろうというような公約が、まあ、今回の新選挙においても出されてしまっている場合がございまして、まあ、そういった選挙公約はもう事実上、まあ、国民を馬鹿にしているような形にもなってしまっておりますのでぜひ、まあ、とも各 政党の皆様には、まずは国民の皆様が実現できるだろうと思えるような政策を提案していただいて、そういった政策を実現していく上で、どのように実現するのかという部分を各政党なり公補者の皆様において議論をしていただいて、 ま本来はま一つの政策に対して様々な議論を行って多くのま主張を取り入れてまより良い形にしていくのが政治だと思われますのでまこのコロナ禍という緊急時、有事においてはま本来政党同行関係なしに挙国一の体制で 対応していく必要がございますので、ぜひとも各政党の皆様には、政党同士で争うのではなくて、コロナ禍などの問題に対して、どのように対応していくのか、より短時間で効果的な対策を講じるためには、各政党が 可能な限り協力をして対応することが重要だと思われますので、そういった視点から今後は政治を進めていただくようにお願い,お願いをいたします。まあ、こんなところでしょうか。本来もう少し具体的に指摘をしたいところでございますけれども、す、ま、べ、あ、て 討論かの内容を確認できているわけではございませんので、まあ、そういった状態で、まあ、状況でお話をしてしまいますと、まあ、不誠実かなと思いましたので、まあ、今回はこのような形でお話をさせていただきました。さて、今このマインクラフトの進捗具合でございますが、まあ、今ですね、村を囲う柵を設置しようと。 木材集めを進めておりまして、まあ、今回の村は、かなり広い村になっておりますので、まあ、相当程度木材が必要になるんじゃないかと思われますので、まあ、この木材集めが、そうですね、まあ、2、3回分は、まあ、動画の公開で2、3回分は、 続くんじゃないかと思われますが、まあ、とりあえず時間目一杯ですね、木材を採取してまいります。本当にこの木材集めも太めの木があれば本当にすぐ終わるんですが、まあ、そういった環境というかバイオームが見つかっておりませんので、まあ、特にこのうねうねしてる レムしてるですね。伐採しづらい木に対して木材集めを行うのは本当に面倒くさいんですけども、まあ、とりあえず、まあ、今回はこれくらいにいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました